皆さんおはようございます。エンドポイントのショケゲです。今回は日帰りですが、新潟のとあるトンネルをどうしても見たくて、今現在関越自動車道の練馬に入ったところにいます。現在の時間は2時前ですが、家を12時半くらいに出て新潟に向かっている感じです。今日向かう場所は新潟県の新田遺跡回廊と呼ばれる場所が新潟にあるのですが、皆さんは知っていますか？ここはとても神秘的な場所で、そして新田遺跡と呼ばれるだけあり、その造形は本当に神殿を思わせるようなトンネルになっています。その場所に人がまだ少ない早朝に着きたいということもあり、寝ずに夜中に出発して向かっている感じです。そしてこの場所は片道370キロ、往復740キロ。これはその場所について帰ってきただけでその距離になるので、多分今回の旅は往復で800キロくらいになると思います。日帰りなので体力的にもかなりきついドライブになると思いますが、安全運転でかつ目的地に早く着けるように向かいたいと思います。この行きの高速は長くなるのでカット多めで行きたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは旅のスタートです。あ、皆さんこれ映ってますかね。ちょっと今急遽動画を回し始めたんですけど、このなんか朝焼けが皆さんに映ってるかな。見えればいいんですけど、まあ、ちょっと綺麗だったんで今回してるような感じですね。いやー、ここ多分来たことないな、これ。いや、せっかくだから新潟から福島の方に行って喜多方ラーメンでも食べたいですね。皆さん今もうどこだかわからないんですけど、なんて読むんだろうこれ。おじや、おじやっていうところに今来てるんですけど、これちょっと右側のこの景色がものすごいですね、これね。こちらのセイロ柴田っていうんですかね。ここの降り口で降りて村上の方に向かう方面になってますね。朝日が綺麗だな。さて、やっと高速を降りたところですが、まずはガソリンを補給してから目的地へ向かいたいと思います。場所は新田遺跡回廊と言いましたが、正確には東赤谷連続洞門と言います。そしてこれはあるあるなのですが、大抵目的地付近へ着いた時には半分ぐらいの体力を消耗していて、無言の時が多いですが、そこは多めに見ていただければ助かります。ガソリンも入れたんで、こっからスタートまたしたいと思いますね。あと13キロですね。もうちょっとで本当に着く感じです。まあここまでの道のりはかなり長かったって感じですね。
なかなかこんなに来ることもないんですけど、県道14号か。わあ、なんだろう、すごい緑の香りがする。これはあのマイナスイオンが出てますね。水じゃないですけど、この自然からのマイナスイオンがすごい出てる気がしますね。いやー、いいとこだな。喜多方ラーメン食べたいな。まあここ新潟ですけどね。なんか朝早くからやってるような喜多方ラーメンがあるみたいなんですよね。おー、だんだんなんかそれらしくなってきましたよ。テンション上がってきたな、なんか。やっぱり暑い時は、真夏なんか特にそうですけど、やっぱりこうやって、森で、木があって、こうある程度、太陽の光を遮ってくれて、かつ、そこからこう横からさーっと木漏れ日が差し込んでるっていうのが、自分の中では、夏に関しては最高の、ドライブっていうか、そういうふうに思うんですよね、自分は。やっぱり夏は暑いですからね。直射日光を直撃で受ける感じだと、まあオープンにするのは全然無理ですし、あ、いいとこだな、ほんと。もう少しで着きますね。多分もう3キロって書いてあるんですけど、そこのところにも、入るんじゃないかなと思うんですよね。いやー、いい写真が撮れればいいなと思ってるんですけど、どうかな。こっちか。調べた方がいいかな。いや、多分こっちだな。多分この先だと思うんですよね。お、ここも綺麗だな、今んとこも。皆さん、こっから本格的なスタートですよ。猫がいる。多分ここしかないんだよな。あー、皆さんに見せたいな。虫がすごいな、あれ。え？トンボか、あれ。え？いや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 、怖い怖い怖い。これどうなってるか全然わかんないし。全然トンネルらしきものないぞ。
よ、これだよ、これ。おーあ、すげー。おー、さて、2個目のトンネルの方を通りたいと思いますね。どんな感じなんだ。おお、おお、すげえすげえ。すげえ、すげえな、これは。あ、すげえ。日本にはこういう素晴らしい場所がたくさんあります。人気が少ない場所ですが、癒しを与えてくれる場所。車でもバイクでも車種も関係なく、フラッと行ってみようと思う気持ちさえあれば、感動的な景色に出会えるかもしれませんね。あなたの家のそう遠くない場所にもきっとあるはずです。自分みたいに寝ずに弾丸ツアーはあまりお勧めしませんが、眠たい目をこすりながら行ってみると、何か心に響くものが発見できるかもしれませんね。狭くて、登山するんだ、みんな。これだけの数のトンボがいるならきっとできると思い、人差し指を出してみました。皆さんはやられたことありますか？きっと指に止まってくれる。殺気を消して自然に身を任せて、時間を忘れてただひたすら待ってみる。その結果がこちらです。
あんじゃん、あんじゃん。ありましたね、番内食堂、駐車場。今現在、先ほどのトンネルから福島の方へ走り、喜多方市内までやってきました。当初から話していた喜多方ラーメンが食べたくて訪れました。お店の名前は番内食堂と言います。車で訪れる方は何箇所か駐車場があるので、こちらの地図を参考にしてみてください。こちらが喜多方ラーメン番内食堂になります。開店時間は驚きの朝の7時からやっています。自分が着いた時間は比較的早かったのですんなり入れましたが、こちらは喜多方市内で人気のラーメン屋さんなので、時間によっては長蛇の列も覚悟しなければいけない人気店です。味は塩豚骨スープなんですかね。見た目はあっさりに見えますが結構味が濃いです。ただかといって後味がしつこく残るようなラーメンではなく、食べた時にしっかりとした味があり、食べた後はすっきりとした後味です。お肉もとても美味しくて、自分の家の近くにあったら月に何度か通いたいと思うようなお店でしたね。さて、ラーメンを食べた後に向かったのは猪苗代湖になります。ここは毎回近くに来た際は必ず訪れる場所、世界のガラス館に行きます。なぜこちらに寄るかというと、こちらの中でいつも500円のガラクジがあるのですが、センスのいいガラス財布と交換できるのでいつも寄ってる場所になります。ここでいつものガラスのくじをやりたいと思います。なんかここ来るとやっちゃうんですよね。すいません、はい、1回お願いします。1回、ね、はい、はい、あ、はい、じゃあ回してくださいね、はい、どうぞ。はい、どうでした。はい、だからお好きなのです。この青いシートね、はい、から上までです。あ、わかりました。どうしようかな。あ、じゃあ9番で。9番でしょうか。はい、こちら9番となりますね。はい、あ、どうもありがとうございます。気をつけてもらってください。はい、さて、世界のガラス館を後にした自分は最後に目と鼻の先にあるバンダイ南ヶ丘牧場という場所へ向かっている最中になります。そこにいたのは攻撃力マックスの猛者と正直者が待っていてくれました。その模様をご覧ください。ああ、
とこにあんなこれ。3時までか。やってんのこれ。どこ？全然人いないじゃん。まずはソフトクリームを買って園内を少し散策してみました。静かな場所で触れ合える牧場なので、ここも近くにあったらたまにフラッと行きたいなと思ってしまうような場所でした。それにここは入場無料、駐車場代ももちろん無料です。とても静かな場所なのが印象的でした。あとこれは後日談なのですが、ロッジにあるレストランではジンギスカンなんでしょうか、ものすごくいい匂いがしましたね。調べてみるとこちらは人気みたいなので、次回行った際には食べてみたいですね。さすがにラーメンを食べた後にジンギスカンはきついので。そして少し動物と触れ合ったので、その模様をご覧ください。地元であげるか姫に置かせてください。あ、わかりました。ウサギの奥にヤギや羊がいるんですが、はい、餌を持って入るとギューッと近づいてきて服を汚してしまう恐れがあります。あ、はい、そこはご注意してください。あ、わかりました。以上です。はい、ごゆっくりどうぞ。どうも。
前見てなかったの、ここで戻ってきた。ママ、かわいいよ。ほら、赤ちゃん。赤ちゃん、こいつ、怖い。ほら、見てもらえてますよ、来たぞ。濡れたね。こちら南ヶ丘牧場はヤギの他にも馬や羊、ロバや豚、あとはウサギやモルモットなどもいたりします。他にももしかしたら見逃していた動物がいるかもしれません。さて、今回の日帰り弾丸ツアーはこんな感じで終わりたいと思います。今回の弾丸ツアーとても楽しかったのですが、帰りのサービスエリアで仮眠を取り寝てしまいました。そして翌日も疲れが取れず家でぐったりしていました。正直那須や日光あたりで一泊しようかなとも考えましたが、今回はやめておきました。さて、今回の動画も長くなりましたが、何か気になる場所はありましたか？また次回楽しい場所へドライブに行きたいと思いますので、次回の動画を楽しみにしていただければと思います。それではまた。エンドポイントのショケゲでした。泣いてる。さて、これからあの番内食堂の方で喜多方ラーメンを食べたいと思います。